JR 東日本の寝台列車トランスイート四季島は10両編成からなる E001 型で運行されています。ありがとうございます。今度の1番線の電車は15時53分発各駅停車府中本町行きです。E001 型トランスイート四季島はJR 奥駅に隣接する奥車両センターでも見ることができます。トランスイート四季島は河川からの電気またはディーゼル発電により電化路線、非電化路線のどちらでも走行が可能です。発電機は1号車と10号車に搭載されています。上野駅13番ホームと14番ホームの間には専用のエントランスが設置されています。エントランスの先には新たな旅立ちの 13.5 番線ホームと称されるトランスイート四季島専用のホームが設置されています。乗客はここからホームの先端にある乗車位置へ進みます。先ほどのエントランスの左側13番ホーム側には乗客専用のラウンジプロローグ四季島があります。新たな旅立ちの 13.5 番線ホームの一番奥にトランスイート四季島5号車の中央にある黒い大きなエントランスドアが停止します。
トランスウィート四季島や寝台特急カシオペアが停車している際は、プライバシー保護の観点から乗客以外は13番ホームへの立ち入りができなくなっています。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録・高評価をいただけると嬉しいです。このチャンネルではたくさんの動画をご用意していますので、どんな動画があるかだけでもぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。